はい、今日はね、あやなんのルックブック、ポンスとあやなんのルックブックをやっていきたいと思います。でも見よう見まねというか、調べてこんな感じかなみたいな感じでやってるだけなんだけど、足太、最悪最悪。ポンスもやるの？ポンスもやる、ポンスもやる。せーの、ポンスです。今回はね、しばなんチャンネルで、編集をやりたいと思います。はい、1週間コーデということで、まあ、なんだろうね、すごい二の腕太い、プルンプルンじゃないんだよ、プルンプルンじゃないんだよ。1週間分のコーデをやっていきたいと思います。仲間を持ってきました。いや、なんとポンスが編集してる前に邪魔しちゃダメですよ。誰も邪魔しません、大丈夫です。はい、1日目、じゃーん。これはね、最近ハマってるムアムアっていうブランドのトレーナーと、あとはチャンピオンのニット帽ですかね。ニット帽っていうか、なんかまあこういうやつ、重森さとみちゃんが持ってそうみたいなやつを服屋に行っては買い漁り、ぽいぽいポージング、重森ちゃんしそうなポーズみたいなやってますね今。重森さとみちゃん大好きです。はい、次。はい、まあ、前髪をなんかしまうと中町あやちゃん意識してますかって言われるんですけど、私は重森さとみちゃんを意識しています、どちらかというと。あ、はいはい、次ですね。このね、ジーパンがね、確かセリーヌのなんだけど、このジーンズすごい高かったですね。もうジーンズほぼこれしか履いてないんじゃないかってぐらい。これはちょっとちっちゃんとりささんとご飯行くときによく着てる気がする、このセーター、このニット。あ、ポンスはね、これピンクリを意識して、アイビーピンクリをやりますってやってんだよね。あ、ピンクリって言った。イエーイ、ピンクリかわいい。これ6歳用なんだよね。はい、次です。え、合ってる、私のこれ合ってるかな。なんかもうほんと足あざだらけで恥ずかしいんだけど、私ね、ピル今飲んでるんですけど、ピルって足むくみませんか？足すごい私もむくんでるんですよね。特に寝起きとか。あ、ポンスはフェンディを着てきましたね。うん、これ好きな服。うん、うん、あ、あやなんちゃんはこれは何ですか？これは多分ヘザーの洋服ですね。大学生が着てそうなブランドですね。この人形いるって言ってます。はい、ポンスもやる。ポンスも喋っていいよ。で、ママの洋服どう思う、これ可愛い？ポンスはどう？で、アバンティーズはね、いちいちソラチーは折り方をします。うん、よくわかんないです。はい、はい、あ、次ですね。この足のあざどうにかしてって感じなんですけど、私はすぐいろんなとこに足をぶつけてしまいます。このね、上の透けてるこの洋服がすごい好きで、最近よく着てます。この足は私は生足じゃなくって、いつもはストッキング、黒いストッキング履きます。サイズか、ナナナナナナってやってますね。全然カラーみたいじゃないですよ。はい、ポンス。はい、クマルいるんですけど、めちゃめちゃ可愛いです。はい、ぷくまる可愛いですね。あ、これはね、くしゃくしゃのザラのパンツですね。で、上に着てるのが文系のブランドの
メイムっていうやつですね。ミームですね。ミーム。ん？きっとミームです。で、ポンスはグッチ着てきましたね。なんかハイブランドお兄さんじゃない？ポンスもまだ3歳なのに。私イライラしてますね、多分。余計な演出すんなって喧嘩してますね。あー、これポンスがもうママなんか閉じ込めるっつって、なんか怒ってますね。くしゃくしゃ、くしゃくしゃすぎ、どうにかして。はいはい、次。次何ですか？何が始まるんですかね？足パンパンじゃねえか、お前。どうすんだよ、それ。強制サポートみたいなつけてるから余計パンパンに見えるし、お腹出てるし、もうどうにかして、もう夏だよ。痩せて。いいんじゃない。このねワンピースすごい私超お気に入りでよく着てますね。結構お高いワンピースだった気がします。ムチムチだな、お腹が。おお、急に水溜りボンドの曲が流れ出した。軽快に、もうこれ水溜りボンドの BGM になってるよね。あ、最後はですね、これ、あ、多分私が、普段こう家に過ごしてる時のジャージスタイルですね。こういう格好が私超好きなんですよ。ジャージみたいな、ちょっとなんかギャルみたいな、ヤンキーみたいな。で、あやなんさんはめちゃめちゃキンプリ好きですね。そうですね、キンプリはまあ好きですけど、山田涼介の方が好きです。で、はい、終わりですね。これで終わり、多分。はい、バイバイ。え？え？終わったんだけど、終わっちゃった。え、アフレコ下手すぎない？私。黒い画面が余ってしまいましたので喋ります。ここまで見てくれてありがとう。すごく下手だったと思うけど、何にも参考にならなかったと思うけど、ただ私のスタイルの悪さがこの世の中にさらされただけでした。じゃんじゃん。